トラジャ族は、インドネシアのスラウェシ島にある南スラウェシ州及び西スラウェシ州の山間地帯に住むマレー系の先住少数民族。総人口約65万人のうち約45万人は、タナトラジャ県に居住している。トラジャ族のほとんどは、キリスト教を信奉し、イスラム教と、アルクノイと呼ばれる土着のアニミズムが続く。インドネシア政府は、このアニミズム信仰を、 アルクトドロ教と定義している。彼らは、その特徴的な家屋や壮大な思想儀式だけでなく、コーヒーのブランドにも使われる、民族名からも知られている。トラジャ族は、スラウェシ島中央部及び南部の山岳地帯に居住するトラジャ語系統の言語を話す部族である。教会が明確な村々に分散して住み、その数は20を超えた。それぞれの村は、独立しており、 時に敵対し、戦争を行うこともあった。トラジャという単語は、ブギス族の言語で、高知の人々を意味するとリアジャを元にしており、オランダ領東インド政府が1909年に、この民族をトラジャと名付けたことが由来となっている。トラジャ族は、複雑で壮大な葬儀の形式や、岩の断崖越車を埋葬する習慣、トンコナンの名で知られる。 尖った巨大な屋根を備えた伝統的な家屋の様式、カラフルな木彫り細工などで知られる。彼らの葬儀は、通常規模でも数百人の参列者が出席し、数日間続く、社会的に重要な行事とされている。20世紀以前、トラジャ族は自治権を持ち、アニミズムを信奉し、外界とは隔離された村で生きていた。1900年代初頭、オランダ人宣教師が、 キリスト教の布教目的に村を訪れたのが外来者との接触を持った最初の例となった。1970年代には、タナトラジャ県はインドネシア観光の目玉となり、村は外界へ開かれた。こうして、村は旅行の企画に組み込まれたり、文化人類学者たちの研究材料になるなど、1990年代までにタナトラジャ県観光はピークに達し、 トラジャ族の社会は激変した。アルクと呼ばれるアニミズム信仰に基づく共同社会や、習慣を基盤とした農村社会から、キリスト教的共同体へと変貌し、伝統の社会構成にも変化が訪れた。20世紀に至る前、トラジャ族は、自らが固有の民族であるという概念は、持っていなかった。オランダの植民地支配とキリスト教伝播がもたらされる、以前、 トラジャ族は高知にある村内から出ることはほとんどなく、より広い地域を認識していなかった。高知の村々の間では儀式の共通性などが見られたが、方言の多様性や社会階層構造の違い、または儀式を取り行う際の手順の差などにおいて、他のスラウェシ島に住む高知民族とは相違点が確認された。単語としてのトラジャは最初は、 海岸線の低地に居住する民族が、高地民族を指す故障として用いられたのが最初であり、その意味は、とが、人、リアジャが、高地を指す。結果として、最初に、トラジャという言葉が、他の、ブギスや、マカスサルといった、スラウェシ島の低地に住む民族の呼び名よりも広く知れた、ものになった。トラジャ族は、生と地を同等かつ相対的に捉え、 両者には密接な関係が存在すると考えていた。そして、法上や生殖には相応の死が必要不可欠という概念を持っていた。女性が担う性の代表である出産は、上界から魂を呼び込む行為とされた。相対的に男性は死を担い、首刈りが村に豊かさをもたらすために必要な義務の一つと考えていた。このような死生観は、 彼らの壮大な創造の祭礼にも反映した。オランダ人宣教師の到来によって、居住地の南部からトラジャ族としての民族意識が芽生えた。これは、タナトラジャを訪問する、違法人が増えるにつれ、民族共通のアイデンティティとして醸成されていった。この時期以降、南スラウェシ地区の少数民族は4つのグループに分類された。ブギス族人口では多数派となる。 船大家や船乗りが多い。マカッサル族定地に住む商人や船乗り、マンダール族商人や漁師、トラジャ族高地の名作の丘。人類学者のシーサイラット博士は、北ベトナムと南中国に挟まれたトンキン湾沿岸がトラジャ族発祥の地であり、この地から移住して、当初はスラウェシ島のエンデカン湾岸に住んだ海洋民族たちが現地のマレー人と、 文化需要をしつつ融合したと考えている。ユネスコ事務局長を歴任したハットリエイジもこの説に組みし、その論拠としてトンコナンの屋根形状や古い棺が木製でも石製でも共通して線形に作られている点を挙げた。ただし近年はキリスト教の影響からこの形式の棺は廃れている。17世紀からオランダはオランダ東インド会社を隠れみのに、 スラウェシ島を政治的に支配し、交易を始めた。しかしその後2世紀にわたって、トラジャ族が住む、産地地帯は交通の難所に位置し、また工作に適していなかったこともあって、未踏のままに置かれていた。19世紀終盤になると、スラウェシ島の特に、マカッサル族やブギス族に、イスラム教が伝播し広がると、これを危惧したオランダは、キリスト教の布教に努め、 当時まだアニミズムを信奉していた高知の住民に目をつけた。1920年、オランダ植民地政府の援助を受けたオランダ改革派の改革派ミッショナリー・アライアンスは、布教活動を開始した。彼らは宗教のみならず、オランダの奴隷制度廃止運動や、徴税制度も合わせトラジャ族への強制を開始した。サダンの区域の周りに、境界線が設定され、その地は、 タナトラジャと名付けられた。この場所は、かつてのルー王国の領地でもあった。1946年、オランダ政府はここを県と定め、1957年、インドネシア政府も同様にここを県とした。初期、宣教師たちは、奴隷売買で得ていた高い利潤を享受できなくなることに反発した、トラジャ族の特に貴族層から強い抵抗を受けた。これに対抗して、 オランダは一部のトラジャ人を定地に強制移住させて支配力を高め、貴族層の財産を蝕むほどに高い税率を定めた。だが、最終的に、オランダの圧力をもってしても、トラジャの文化は、廃れることはなく、回収したものは少なかった。1930年代、政治的な保護の獲得やマカッサル族及び、ブギス族との相対的立場を有利にするために、 オランダと協調しようとして、キリスト教に改修するトラジャ人が増え始め、これを危険視した平地に住むイスラム教徒との間で紛争が起こり始めた。それでも1950年の段階で、キリスト教徒となった比率は10%程度だった。インドネシア独立戦争後の1951年から1965年の期間は、 イスラム原理主義に基づくスラウェシ島の独立を目指したイスラム国家独立運動が島の南部で激化した。そして彼らが起こすゲリラ活動は反発を生みトラジャのキリスト教家に拍車がかかった。インドネシア政府とは提携関係を結んでいたが、当局はトラジャ族の安全保障までは確約しなかった。1965年大統領令が発布され、 すべてのインドネシア国民は公認されたいつつの宗教のいずれかの信者になることが義務付けられた。これはイスラム教、プロテスタント、カトリックもしくはヒンドゥー教とされ、トラジャ伝統のアニミズムに属す固有の信仰を歩くは非合法化された。これには抗議の声が上がり、政府は歩くを公式な宗派の一つとする解釈を持ち出し、1969年にはアルクトドロ教として、 ヒンドゥー教の文化の一つと正式に定義するに至った。トラジャ族の社会では三つの基本的要素がある。血縁、階級そして宗教である。トラジャの村家族はトラジャ族の社会における準拠集団であり、政治的な単位ともみなすことができる。それぞれの存楽は一つの同族組織であり、トンコナンと呼ばれる伝統的な形式の家屋に居住している。それぞれのトンコナンには、 名称が付けられ、それはそのまま存落の名前になっている。親族の主張は存落をまとめる役を担う。親族関係を強めるために、当園間の結婚は日常的に行われる。三親党以内の結婚は忌避されるが、貴族階級では財産の拡散を防ぐためにしばしば見られる。親族関係は相互主義である。彼らは工作を互いに助け合い、 水牛を共有し、負債は、皆で追う。トラジャ人は、父系母系両方の家系に属する。この両系所属はインドネシアでは、トラジャ族だけに見られる風俗である。したがって、子供は、父母双方の親族に属し、財産も負債も、両方から引き継ぐことになる。子供への命名は、通常亡くなったおじやおばなど親族から受け継がれ、両親や、 兄弟の名が参照されることも多い。集権制が施行される以前、虎ャ族の村はそれぞれ自治権を有していた。そして、他の村々との対立など単独では諸し難い問題が、生じた際には、複数の村で連合を組む場合もあった。家族間の関係は、血縁、結婚、先祖伝来の家屋を共有することで確認され合い、水牛や豚の交換でつながりを強めた。ただし、 このような関係は、必ずしも、政治的、または、文化的な活動としてだけではなく、支配階層を反映した結果としても行われた。この階層は葬儀において、矢志種,種を注ぐ、役、死体薬物を包む、役、石磁、使われる皿の種類、供される肉片の種類にまで及ぶ。トラジャ族の伝統的家屋、トンコナン過去のトラジャ族社会において、家族の関係は、 社会階級にも支配されていた。階級は三つあり、貴族、一般人、奴隷であった。このうち、奴隷階級は1909年にオランダ領東インド政府が下した政令によって廃止されている。貴族階級は、上海から降臨した子祖たちの直系子孫だと信じられており、一般人がバヌアと呼ばれる竹製の家に住むのに対し、貴族は、 トンコナンを住居としている。奴隷は、主人が住むトンコナンの周りに建てられる粗末な小屋に住んだ。虎ャ族において、奴隷は私有であった。個人の負債返済のために階級を落として、奴隷となる事例もあったが、戦争の過程で得られたり、また売買を通じて取得されたりもした。奴隷は自らを買い受けて、一般人となることが可能だったが、子供の階級までを変えることはできなかった。 奴隷は、金やブロンズの送信具を身につけること、住居を彫刻で装飾すること、主人と同じ皿から食事をとること、上位階級の女性と、性交渉を持つことを禁じられ、これらを破ると死刑に処された。階級は、母系の者のが引き継がれたため、婚姻の際、下の階級の女性と結婚することははばかられた。逆に、上流階級の女性との結婚は、 次世代の階級を高めることができた。一般人は自由な婚姻が可能であったが、貴族はその階級を維持するために、血縁内で結婚する傾向にあり、またブギス族やマカシサル族と婚姻する例も見られる。このような親族関係や階級伝達の構造はあるが、トラジャ族の中でも社会移動は可能で、富や階級を変動させる結婚などは行われた。なお、富は、 水牛の所有等数で決まった。このような風習があるため、貴族とされる家系の人々が、一般階級に対して尊大な態度になることは、今日でも見られる。一般人や奴隷は、早々の儀式を行うことは禁止されていた。後に、アルクトドロ教と定義された、トラジャ族固有の宗教は、多神教アニミズムに分類される、アルクと呼ばれ、その意味は、方法、または、 王と訳される。アルク神話では、宇宙は三つの階層、上位世界の上階、人が生きる世界である、大地、そして、海世界に分かれるとされている。最初に、上階と大地が婚因を結び、闇が生まれ、分離が生じ、そして、光が作られたとされている。動物は、柱で矩形に囲われた、海世界に住み、人間が住む、大地の上は、馬の蔵状をした。 上界が覆っている。彼らの祖先は、上界から創造神、プアン・マトゥアの神託を受ける階段を下って大地に現れたとされる。トラジャ神話には、前出の創造神以外にも多くの神々が登場する。大地の神ポン・バンガイ・ディランテ、地震を起こすとされる女神インドンモニ・コーリョオンゴン、死を司る神ポン・ラ・ロンドン、医薬の女神インドベロ・トゥンバンなどや、稲穂に宿る大地の神トティボヨンや、 水牛の神などである。大地の持つ権威は、とーと呼ばれ、その約束時や現象は、生と地の両方に及ぶ。歩くは単純な信仰システムではなく、法律、宗教、習慣の複合とされ、社会生活、農業行事そして伝統的な儀式を規定する。その詳細は村ごとによって若干異なる。可能性があるが、生都市に関する儀式が明確に分かれている点が、 共通の必要条件となっている。トラジャ人は、それぞれの儀式が分かれていないと遺体が滅んでしまうと考えている。これら二つの儀式は非常に重要なものとされている。しかし、オランダ宣教師が不況に当たっていた時代に規制されなかった、死の儀式は今日も引き継がれているのに対し、生の儀式は催しや出席が禁止されたため廃れてしまった。壁に、 カラフルな装飾が施されたトンコナントンコナンは、トラジャ族先祖伝来の形式を受け継いだ伝統的な家屋である。牧彫の上に立つ高床式で、割られた竹の層で作られた巨大な湾曲した古城の屋根を備えている。外壁は赤、黄、黒の三色で彩色された、精巧な木彫り装飾で飾られている。トンコナンという単語は、トラジャ語で、座るという意味の動詞。 トンコンから派生している。トンコナンはトラジャ族にとって社会生活の中心となる場所である。また、トンコナンに関する儀式はトラジャ族の精神活動を表現する重要な要素でもあり、これによりそこに住む過去と未来の住人と現在の家族全員をつなぐ象徴とされる。トラジャ神話によると、最初のトンコナンは4本の柱とインド産の布を使ったもので、 上海で建てられたとされている。大地に降臨したトラジャ族の始祖は、この家を模し、儀式を取り行ったとされる。トンコナン建設には多大な労力がかかるため、通常は血縁集団が集まった大規模なものとなる。トンコナンには3種類のタイプがある。政治機能の中心を担う最高位のタンコナンで1区。 民族の監修行事を遂行する権限を持つ一家が住むトンコナンペカンブラン、そして通常の貴族が住むトンコナンバトゥである。ただし、一般人階級の中でも村を出てインドネシア社会で蓄財を果たした家族からの仕送りを受けて大きなトンコナンを建てる例が増え、その高貴さと排他性は少なくなりつつある。トラジャ語は音声言語であり、文字を持たない。 そこで、社会的、または、政治的などの概念を伝達する手段としてパススラと呼ばれる木彫り細工がある。それゆえ、木彫りは、トラジャ族の文化を堅持したものと言える。それぞれ固有の名称を持つ木彫りだが、その主題は、共通して何らかの美徳を象徴する動物や、植物である。例えば、カニ、オタマジャクシ、カナダモといった水草や水生動物は一般に、 多産を象徴するるとみなされているこのような木彫りは、一つの例として、正方形に彫られたパネルを並べて、装飾に用いられるものが見られる。さずかにある水牛をモチーフとするパネルは富を象徴し、家族がたくさんの水牛を持てるよう願いを込めている。中央のパネルは、結び目と箱をモチーフとし、物品が箱の中で安全に保管されているように、家族が 子孫代々幸福と調和にあふれた生活が送れることを願っている。左上と右上のパネルは水生動物を表し、それらが水の上を進む時のように忍耐と勤勉の必要性と、それらが良き結果をもたらすことを説いている。トラジャ族は規則正しさと秩序立った構成、そして抽象的な具現と機学模様を自然の中に見出し、 これらを共通の特徴として木彫り細工の中に反映している。これらの装飾は民族数学分野での研究が進み、トラジャ人が持つ論理数学的概念を明らかにしているが、彼ら自身はこの装飾は単純に伝統的なモチーフを模倣したものだと考えている。この細工には多形が多用されている。洞窟の安置所、死を象徴する木造タウタウがテラスに置かれ、 外界を延望している。死ぬために生きているとも言われる、トラジャ族の社会において、葬儀は、労力面も費用面からも、最も税を尽くした行事である。財力や権力を持つ者ほど、葬儀も、また盛大なものになる。歩くの宗教において、このような大規模な葬儀を行えるのは、貴族だけに限られている。トラジャ族は、死を突然で、断絶的な出来事とは考えず、 不夜と呼ぶ魂の地へ至る緩やかな流れの一環と捉えている。肉体的な死を迎えると、死体は紅葉塗られ、救出性を持つ生地の帯でぐるぐる巻きにされて、トンコナンに安置され、ゆっくりと乾いてゆく。この上がりの間、死者の魂は村の中を一時的にさまよっているだけであり、遺体は生前同様に家族と共に過ごす。この期間は、葬儀が終わり個人は、 正式に亡くなったとみなされ、プヤへ向かい旅立つまでの待ち時間と考えられている。そして葬儀は、多くの場合収穫期に取り行われるため、上がりは数ヶ月間続く場合もある。トンコナンデの上がりが終わると、貴族の儀式では、通常数千人が参列する第二次祭演が始まり、長い期間続く。式場は、ランデと呼ばれ、通常広い草原に用意される。 そこには遺族によって米倉など葬儀に必要な建物が作られ、参列者を収容する場所として使われる。そして、笛の演奏、葬々の昭和、歌やし、泣き叫ぶ行為など、トラジャ伝統の悲嘆を示す表現が行われる。これらは、幼い子供や貧しい者、階層の低い者の,の葬儀では行われない。意金を集めて遺族が支払う費用を賄うため、葬儀は、 数週間、時に数ヶ月、または数年にわたって行われることもある。石の断崖の安置所葬儀におけるもう一つの重要な儀式は水牛の屠殺である。これには白い水牛が特に喜ばれる。その人物が持つ権力が大きければ屠殺される頭数も増える。水牛の体と頭は式場に並べられ、眠る場所にいる主人が来訪するのを待つ。 トラジャの信仰では、魂がプヤへ向かうには、水牛が必要で、その数が多ければ、より速やかに到着することができるとされている。踊り動体の中数十頭もの水牛と百を超える、豚が山刀で屠殺され、少年たちが紛失する血を長い竹筒に受ける儀式で、早々は頂点に達する。この大量の動物の中には、参列車から送られるものもあり、慎重に記録される。 これらは、通常、個人やその家族から借りた負債の返済とされるためで、ある。葬儀が終わると、遺体は、あの世で必要なものと一緒に棺に納められる。棺が安置される場所は3種類ある。石の断崖に掘られた室、石室層の洞窟、または断崖に吊るされるかのどれかである。止めるものが納められる断崖の石室は、掘り上げるまでに数ヶ月がかかり、費用もかかる。 洞窟は、時に、家族全員さえ安置できるほど大きなものもある。断崖にはバルコニーが設けられ、外界を向いたタウタウと呼ばれるパラミツの木で作られた像が置かれる。赤ん坊や子供の棺は、断崖や木に吊るされ、ロープが朽ちて地面に落下するまで何年もの間、そのままにされる例もある。虎蛇族の舞踏は、葬儀で披露されるものが、特によく知られている。それは、 悲しみや死者への尊敬心、そして死せる魂を待ち受けるあの世までの長い旅路を思いこぶする目的もあるとされる。舞踏は初日にマワドンと呼ばれる儀式から始まる。黒小族の男たちが集団でジンを形作り、夜を通して死者を敬う単調なテンポの歌を捧げる。これは葬儀における最も重要な要素だとされている。 二日目は一転して賑やかな舞踏が展開される。マランディンと呼ばれる選手が踊り、個人の勇猛さを称賛する。選手たちは手に剣を携えた者、水牛の皮で作られた大きな盾をかざした者、水牛の角を生やした兜をかぶった者など様々な武装で身を飾る。彼らは死者が米倉から第二葬儀会場であるランデまで運ばれる列を先導しながら舞う。葬儀では、 男以外も舞踏を見せる。年長の女性たちは、長い羽飾りをつけた衣装を着て史上あふれる歌を、口ずさめながら、マカティアと呼ばれる踊りで個人の寛大さを忍び、忠誠を思い起こさせる。水牛などを屠殺する儀式の後、少年少女たちは手を叩きながら、マドンダンと呼ばれる、快活な踊りを披露する。舞踏は、農業生活においても見られ、特に収穫期に、 歌や踊りが披露される。マブギは、感謝祭の踊りであり、マガンダンギは米を脱穀する時に踊られる。また戦いの舞踏も、男性の踊る、マニンボンと女性の踊る、マダンダンがある。アルくの宗教舞踏もあり、マブアと呼ばれている。これは12年に一度も用される。トラジャ族の主要な式典で回れ、聖職者が水牛を模した被り物をつけ、神木の周りで踊る。 トラジャ族の伝統的な楽器にはパスリンと呼ばれる竹製の笛がある。この6つの穴を持つ笛はトラジャ独自のものではないが多くの舞踏の場で演奏される。例えば感謝を表現する踊りの一つマボンデンさんでは上半身裸で指の爪を伸ばした男たちの前に伴奏として用いられる。この他にもトラジャ族には先祖伝来の楽器がありヤシカ植物の葉から作られる。 パペレ、トラジャバン黄金ともいえるパカロンビなどがあり、収穫祭や新築落成式などで演奏される。トラジャ族が用いる民族言語はタナトラジャで多く用いられているサダントラジャが主流である。公用語と定められ、実際に話されている比率が最も高いのはインドネシア語だが、タナトラジャの小学校ではトラジャ語の授業がある。トラジャ語とその言語編集であるカルンパン、 ママサ、タエ、タロンド、トアラ、トラジャサダンは、オーストロネシア語族に含まれるマレーポリネシア語派に属す。トラジャ語は当初、タナトラジャを特徴づける自然の地形によって分離され、いくつもの方言が形作られた。植民地時代以降タナトラジャに公的な行政が導入されると、移住行政と相いってた言語の影響がもたらされた。これにより、 トラジャ語の多様な言語学的特徴が形成された。トラジャ語を特徴づけるものに、悲嘆の表現がある。想像を最も重視するトラジャ文化では、死者に対する暴失や、哀悼の感情をいかに表すかが求められ、多種多様な悲しみ、憧れ、憂鬱、痛みを述べる語彙がある。この根底には、心の内をあえて晒し語る質を生じさせることで、損失がもたらす。 心理学的、または身体的な悪影響を晴らし、精神的苦痛を軽減する効果も期待できることがある。スハルト大統領のオルバイゼン、トラジャ族の経済は、山の斜面を工作した棚田を用いた米作や、キャッサバやトウモロコシ中心の農業に依存していた。また、儀礼目的や食用として、水牛や豚や鳥など家畜を飼っていた。 トラジャ唯一の商品作物は日本のコーヒーメーカー向けの工場、コピトラジャだけだった。1965年のオルバ体制が開始されるとインドネシア経済は発展を見せ、国外からの投資受け入れに門戸を開いた。多国籍企業が進出して石油や資源採掘などの創業を開始し、新たな雇用が創出された。トラジャの村からも若年層を中心に、 カリマンタンへ、伐採や、石油のニューギニア島へ採掘の、また、スラウェシ島やジャワ島の都市部へ就職のために移り住む、ものが増え始めた。この傾向は1985年頃まで、顕著だった。その後、1984年に始まった、観光産業が、トラジャ族の経済の中心に躍り出た。ガイド業やホテル業を。 お土産品の製造販売などへ旅行者が金を落とし、村は潤った。しかし、1990年代になり、スハルト政権崩壊後の改革が始まり、スラウェシ島でも宗教対立が勃発するようになると、トラジャの観光事業も一時的に傾斜した。トラジャでのコーヒー生産は、第二次世界大戦以前から行われ、オランダ王室御用達に指定されるほど高い評価を、 受けていたが、インドネシア独立後、オランダ人が去ると衰退した。この荒れた農園最高に尽力したのは日本のキーコーヒーだった。1970年に伝説のコーヒー復活に乗り出した同社は、農場開発や道路整備などを進め、1978年にとあることラジャコーヒーとして販売を開始した。とあることは、 トラジャアラビカコーヒーの塔に文字ずつを取った当時語である。現在では、現地法人、トアルコジャヤ社を設立し、農園と加工工場を備えて、トラジャコーヒーを生産している。トラジャ人労働者が収穫、乾燥し、選別と豊かな湧き水を用いた洗浄を経て出荷される豆は、世界中から高い評価を受けている。近年は、新規に参入する企業も増えている。タナトラジャにある、 トラジャ族固有の断崖絶壁に据えられた墓は、同地観光の目玉である。1970年以前、西洋人旅行者にとって、トラジャ族は全く未知の存在であった。しかし1971年には、約50人のヨーロッパ人が同地を訪れ、1972年には、少なくとも400人以上の観光客が、タナトラジャでも、好意の貴族であり、最後の純潔な、 トラジャ人でもあった古サさんラケのプアンの葬儀に訪れた。この儀式の模様はナショナルジオグラフィックによってドキュメンタリー化され、いくつかのヨーロッパの国々で放送された。1976年には同地を訪れた観光客は約1万2000人にも上り、1981年にはトラジャの彫刻が北アメリカ主要な美術館で展示されるまでになった。 神聖な王が治める地、タナトラジャという青い文句が展示会のパンフレットに使われ、トラジャの存在は世界中が知るところとなった。1984年、インドネシア観光省は、タナトラジャを南スラワイ市のプリマドンナと建想し、バリ島の次に見るべきところとのキャンペーンを展開した。トラジャ文化の中心地ランテパオには土産物屋が立ち並び、 道路は観光専用とされ、新しいホテルや旅行者目当てのレストランが次々とオープンし、1981年には滑走路が建設された。こうして、1989年までに当地に来訪した観光客は通算で、外国人15万人、インドネシア国内からも8万人に至るほどになった。単年の累計でも外国人4万人に上った。 トラジャへの旅は身も知らぬ国卑怯に隠された文化の香り高い地への冒険を謳い旅行会社は盛んに売り出した。石器時代のような村と異教徒の葬儀が目の前に迫る西欧からはバリ島と変わらない旅程でワイルドかつてつ数の島を体験できる地として期待を煽った。しかし今やトラジャは帽子をかぶりデニムのジーンズを履いたキリスト教徒の村となりトンコナインや 早々の儀式にも商売臭さが感じられるようになってしまい、旅行者に不満や失望を感じさせるものになり下がってしまった。そのようなことが部外者たる観光開発局とトラジャ人との間で時に衝突を生むことがあった。1985年、南スラウェシ州政府観光開発局筋がトラジャの村や埋葬地を伝統的な観光資源と称し、 村を18の区画に分けとんこ何や埋葬地を変えることを禁止した。自らの伝統を部外者に左右される状況に嫌をした何人かのトラジャのリーダーたちは反発し、1987年、ケテキスなど観光資源に呼ばわりされたいくつかの村は観光客を締め出す策に打って出た。しかし、その頃にはすでに村は観光収入なしには成り立たなくなっており、彼らは 物の数日で振り上げた拳を下ろさざるを得なかった。一方、観光産業によって、トラジャ社会も変化を見せている。一般人の男性が、貴族の女性と結婚しても、貴族の階層を得ることができるのはその子供のみという、慣例が本来のしきたりであった。しかし、それは時に低い階層から出たガイドの説明から来た場合もあるが、旅行者たちの印象が、 トラジャ伝統の厳密なヒエラルキーを侵食し、かつてほどに階層が重視されなくなった。低い階層の男性が村を出て働き、十分な蓄財を背景に、貴族の女性と婚姻した場合、子供だけでなく、男性本人も貴族を称するようになった。このように、トラジャ族古来の文化伝統は変質の時期を迎えている。ありがとうございます。